5月14日晴れ。こんにちは、アンナです。あれ、佐藤くんがパソコンでお仕事をしているよ。そこへスースケがやってきました。ねえ佐藤くん、ジャージに入っていいですか？佐藤くんはお仕事を中断してスースケをジャージの中へ入れてあげました。後ろがいいね。スースケは大喜びで佐藤くんのジャージの中へ入りました。そして佐藤くんはお仕事を再開しました。しばらくの間、佐藤くんはお仕事をしていました。しばらくすると、佐藤くんはお仕事を中断して、どこかへ行ってしまいました。そして、10分後。佐藤くんが戻ってくると、スースケの姿が見当たりません。でも、よく見ると、ジャージの袖の部分がもっこりしています。佐藤くんは、袖のもっこりを触ってみました。すると、もっこりは動き出しました。佐藤くんは今度は袖の中を覗いてみました。すると袖の中にはスースケが入り込んでいました。袖の中は狭くて暗くて落ち着くので入り込んでしまったみたいです。とても気持ちよさそうです。佐藤くんは安心してまたどこかへ行ってしまいました。そして20分後、佐藤くんが戻ってくるとスースケのお顔が袖の中から出ていました。どうやらスースケはジャージの中から出ようとして袖にはまってしまったみたいです。佐藤くんは窮屈そうなスースケを心配して袖から出してあげました。
そしてスースケを優しくなでなでしてあげました。スースケ、ジャージの袖から出れてよかったね。でも、もう袖の中に入ったらダメですよ。じゃあ、今日はここまでです。またね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録といいねを押してくれると嬉しいです。